村刑事、お茶を。お茶なんか飲んでる場合か。ぶっ飛ばそう。はあ、何をボケっとしてる。暇があったら新人は便所掃除でもしてこい。はい。例の若い女性の水死体の山、ストップがかかったらしいな。ほう、なんで。あの娘を回したのは暴走族のガキどもと割れたんだ。へえ、それで。どうやらそのガキどもの首謀者がな、現厚生大臣熱川陽太郎の末息子なんだ。まあ自殺でもあるし、所長の栄転を条件に飲まされたらしい。ほら新人、どこ行く。熱川を連行してきます。え、何。お前終わりだぞ。この山ほじくるとな、新人早々デカは終わりだ。冗談じゃないっすよ。捕まえなきゃならない奴を捕まえられないなら、デカなんかやってる必要はないっす。聞いとらんようだな、君たちは。この事件は終わったよ。ま、せっかく来たんだ。二人で分けなさい。タクシー代だよ。社会部の内藤さんお願いします。いや、内藤さんですか。いいネタ流すよ。お前厚生大臣の息子が、あ、そうだ、熱川陽一郎、その息子が今の時間で勇敢に間に合う。何をしようと。久しぶりの給与のところすみません、一平ですが、ちょっと話したがってる人がいるんで今変わります。熱川だ。な、何。そんなバカな。さっき誰に電話してたんだ。若林一世。若林って、うわっ、総理大臣じゃねえか。つまらんすよ。負けたよお前にゃ。もういいっすよ。バカ野郎、今日はお前の初手柄の日で、祝してだな。ちゃんちゃん飲もう。付き合い。あの角曲がってとこだ。あったあった。ここだ。親父、元気か。いや、こりゃ田村の旦那、いいご機嫌で。親父、今日は焼酎のブレンドじゃない、ブランドの一級をロックだ。こいつの初手柄のお祝いだ。へい、取り木のロックね。ちょっと、陽太氏に。いや、離してよ。何も取ってくるってわけじゃねえんだよな、姉ちゃん。やめとけ、ゴキブリ野郎。なんか言ったか、てめえ。ゴキブリ野郎と言ったんだ。何？やるか。この野郎、ただで済むと済むんだよ。あんた、丸坊の今まで言うなよ。ちくしょう、俺が何をしたってんだ。それをこれから聞こうってんだ。慌てるな、チンピラ。ピストル、こら、
どこの組のもんだ、やめろ。どうした一平。おふざけやがって、てめえら。なんで、京橋の田村じゃねえか。小宮さん。その坊主、お前んとこの兵隊かよ。ええ。ヤクザとデカの見分けもつかんようじゃ、外れの橋杖でも引っ込んでろや。ヤクザだって人間だし、今のやり方は納得できません。おいおい、この俺に説教か。京橋も新米の教育がなってねえな。田村、その男、婦女暴行未遂で別件だが取っておいてくれ。誰ですか、あれ。本庁の丸坊の小宮係長よ。暴力団に関しては右に出る者はいねえっていうすげえ人だ。小宮さんが動いたんだ。何か山があるんだろう。あの男パクっておこう。